はいどうも、YouTube チャンネルありのままのエノトロです。はい、ちょっと噛んじゃったな。今日大丈夫かな、これ。はい、で、今日またいただいた質問について回答させていただきたいと思います。はい、で、今日なんですけど、榎本さん、なんか習慣としてやってるもんありますかと。はい、こういう質問いただきました。なんか習慣化のブームとかそういうところですかね。はい、で、ちょっと皆さん聞いていきたいと思います。はい、習慣化してるものあるっていう人。はい、あるなしはちょっと YouTube だから分かんないんですけど、まあ、皆さん少なからずあるかなと思いますけど、僕は一つあります。何かっていうと、日記書いてます。で、経営日記って名前でやってるんですけど、別に経営に関することじゃなくて、僕の心情とか、まあ、今日感じたことだったりとか、今悩んでること、これからこういうことしたいとか、まあ、これからどうしようみたいなところをすごい、もう誰も読まないって前提で真剣に書いてます。だからもう本当に僕のなんかいわゆるネガティブな感情もポジティブな感情も、人への憎しみ、人への感謝とか、そういうところも全部書いてます、本当に。だからあんま絶対人に見せたくないってやつなんですけど、まあ、僕は死んだあたりで、死んだあたりか、そうか、死ぬ直前ぐらいで、まあ、誰かに解放できたり、まあ、出版しちゃってもいいかなっていうリアルな部分で、はい、あるんで、まあ、その辺はお任せしますけど、はい、まあ、そういう風に書いてます。で、これなんで始めたかっていうと、僕の大好きなニューヨークヤンキースの元ニューヨークヤンキースのピッチャーで黒田博樹さんっていらっしゃるんですね。まあ、カープって言った方がいい人もいるかもしれないですね。広島カープで、彼はやっぱりなんかで言ったんだよ。その過去の自分が未来の自分を助けてくれるかもしれないっていう風に言ってたんですね。で、そういうところで、僕はそれを信じて、単純なので信じて、もう毎日っていうわけじゃないですよ、毎日ってわけじゃないですけど、気がついたら書くみたいな。で、パソコンの中に入れてるんで、それを、バッて書いて、思いついた時に書くんですよ。だから思いついた時に書いてるから、毎日ってわけでもなければ1日3回書いてる時もあるみたいな。で、分量としては、まあ、なんか200文字300文字ぐらいだったりする時もあれば、なんか1000文字以上書いてる時もあるんで、それバラバラしてまして、でもこれ 4,5 年ぐらいやってます。で、それやってみて気づいたことあるんですけど、読み返してみると、過去に忘れた決断とか、こうやってやるぞって決めたのに忘れてることとかが確認できるので、すごい良かったなって思ってます。なので、もう定期的にやってるっていうか、もうすごい稀なんですけど、プリントアウトして読み返してますね、バーって。で、特に強調したいところ赤字にしてるんで、カラープリントにしてプリントアウトしてます、家で。で、まあ、A4 の紙に1ページ2ページっていう2ページ分割でやってるんですけど、まあ、とんでもない量になるんですよ。1回で100枚ぐらいプリントアウトするんで、まあ、なかなかちょっと紙資源もったいないなっていうぐらいのやり方やってしまってるんですけど、それで読み返して、去年の今頃こう思ってたなっていうのを俯瞰的に見て、あの時なんでこんな微妙な決断したんだろうとか、あ、この時の俺って多分無理やり言い聞かしてたんだな、自分のことって。まあ、なんかうまく調和を取ろうとして自分を殺した結果、やっぱうまくいってないと。で、やっぱそういう風にちょっと無理やり別の自分の人格作ったら、これはちょっとダメだったんじゃないかみたいなことを、まあ、振り返るんですよね。で、その時に振り返るのと1年経って振り返るのじゃ全然違うので、そういうところで役立ってたりしますね。なんでプライベートのこともめっちゃ書いてますよ、本当に。今日なんか丸々ちゃんとなんか行ったこのお店、なんで俺ここ選んじゃったんだろうとか、本当くだらないことまで書いてます。そんなこと感じから、あとは単純に今キャッシュフローがやばいけど、ここで藤沢武雄さん、僕の尊敬するホンダの名松の藤沢武雄さんっていう方は、まあ、苦しい時こそ夢見ろっていう風に書いて、じゃあ一番苦しい時に僕が見れる夢ってなんだみたいなことは書いてたりしますし、今の時期も僕書きました、同じこと。まあ、今その経済が停滞してる時なんで、特に僕なんてダメージでかいですから、そういう時に僕はどういう夢を見れるんだっていうところとか書いたりとかしてますね。っていう感じで、まあ、経営日記っていう名前なんですけど、僕自身のプライベートの感情を全部ぶつけたり、学んだこと書いてたりとか、そういうする日記です。なので、それはおすすめかなって。まあ、あともう一個習慣あるんで、ちょっとそれはまた別の動画でお伝えできればと思います。はい、
本日は以上になります。ご覧いただきいろいろありがとうございます。まあ、こうやっていただいた質問に対していろいろお答えしたいと思ってますので、まあ、よければちょっとチャンネル登録とかしていただけると嬉しいです。まあ、定期的にこういうの届きますので、で質問とかもその LINE だったり Facebook とか、まあ、ブログとかから来れるので、僕のそこで質問いただいたりとか、あと Twitter でリプライくれたりとか DM くれたりでもいいので、まああのまあ、コメント欄でベース、コメント欄でもいいのでいろいろいただけると、まあ、取り上げるテーマとしてもいろいろとあのバリエーション出てくるんで嬉しいなって。何でもいいです、本当に何でもいいのでよろしくお願いいたします。ではでは今日もありがとうございました。